はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、カズマックスの100均コーヒー器具紹介シリーズ第2弾でございます。はい、前回ねこちらダイソーの手引きミルをご紹介したんですけれども、今回はこの、フレンチプレスをね、使っていきたいと思います。前回の手引きミルと一緒でこれ、ダイソーで500円で売ってる品ではあるんですけれども、ちょっと違う点として、これこのままお店で売られていました。要は裸ですね。箱とか説明書とか、何もついてないです。ラベルだけ。だから多分コスト限界ギリギリで作られたんかな。まあ確かにフレンチプレスって原理自体はシンプルなんですけれども、パーツ一つ一つはよく見ると結構繊細な作りをしていたり独立していたりするので、まあ、こういうところでコストが地味にかかっているのかもしれないですね。ただまあとはいえお店でこれがね、ゾロゾロ裸で並んでた時はちょっとびっくりしましたけどね。なんかすごいシュールな感じでさ。でもまあ使えるか使えないかが一番問題なんで、実際に見ていきたいと思います。とりあえずタコちょん切って、ああなるほど、はい、パーツを全部分解するとこんな感じですね。1,2,3,4,5,6個のパーツに分かれます。このフレームとサーバーは取れなさそうだから別個で洗うのは無理そうですね。ただこの接合部がねちょっと浮いたりとかしていて水が入りそうなんで、これ乾かすときに気をつけてあげないとカビたりとかもしそうですね。一番の理想としてはこのボンマックみたいに取り外しが可能だとこうやって別個でね乾かすことができるんで、よかったんですけど、まあしょうがないですね。で肝心なフィルター部分に関してはまずちっこい部品をここに取り付けて、メッシュフィルターを挟み、バネ付きのフィルターをさらに置いて、ここを止めてあげます。よし、 OK。 あとはこれを本体にセットしてコーヒーの粉とお湯をこう通過させて、コーヒーをこしてあげるって感じになるんですけれども、フィルターの出来としてはね、まあそこそこかな。この真ん中に挟んでるメッシュフィルターが、まあ、硬いけど多少弾力はあるし、ちょっと変形しても戻ってくれそうですね。ただこの下の部分がアルミアルミしててちょっと安っぽい感じは受ける。あとこのネジを止めるパーツ、これがねちっちゃすぎてどっか行っちゃいそうですね。ものによってはこれくっついてるモデルもあったりとかするから、ちょっとここだけくっつけてほしかったかな。その方が便利だったと思います。まあ、ただ全体的に見てフレンチプレスを使ったコーヒーの抽出をする上で一番押さえてほしい基本的なところはちゃんと、押さえているから、この間のまあ手引きミルもそうだったんですけれども、ちゃんとコーヒーの要点を押さえたプロダクトデザインがされている、いいコストのかけ方をした、まあ、500円の品かなと思います。はい、それではねこちら500円のフレンチプレスの全体的な使用前のレビューは終わりましたんで、これから実際に使っていきたいと思います。まあ、フレンチプレスってコーヒー器具の中で一番コーヒーの油分をダイレクトに、ね、落としてくれる、非常に魅力的なコーヒー器具ですんで、多分美味しくコーヒーが仕上がると思います。ん？あ、そっか、せっかくだから、手引きミル使いましょうか。前買ったし。フレンチプレスで入れるときはね、まあ、好みにもよるんですけど、僕の場合ペーパードリップとほぼほぼ一緒か、ちょっと粗いくらいでやります。ちょっと粗い方にしようかな。豆を入れて、あ、逃げた。よし、引きます。うん、このミル前も言いましたけど、土台の部分が下がね結構大きいんで、こうやって机に置いてどっしり構えて引くこともできますね。倒れたりとかはしなさそう。ただやっぱりちょっと取っ手はちっちゃいかな。よし、 OK、 引き終わりました。はい、そしたらフレンチプレスに、軽くお湯を注いで全体を温めます。よし、で持ってこの引き立てのいい香りのする粉を、中に入れてあげます。よし、はい、それでは、90度のお湯を注ぎます。
はい、そしたら蓋をして、ちょっと入れすぎたかもしれませんねで、だいたい4分待ちます。いい香りで、まあ、今回はねコーヒープレスとして使いましたけれども、これティープレスとしてももちろん使えるんで、紅茶の場合はね、まあ、よかったらコーヒーと紅茶別個で用意してもらって、両方楽しんでください。よし、 OK。 そしたら時間が経ったんで、押し下げます。この時のポイントとしてはゆっくり下げることですね。どんだけしっかりとしたフィルターがついていても、やっぱりある程度はね細かいのが上に上がってくるんで、それがあまり回らないように、粉が暴れないようにゆっくりゆっくり押し下げてあげます。で、最悪待ってしまったら沈殿するまで 1,2 分ほど待ったら大丈夫です。よし、いいかな。はい、見えますでしょうか。こんな感じでね、コーヒーの油分による泡ですかね、まあ、基本的にクリアですっきりとした印象を受けるペーパードリップなんかのコーヒーとまた全然違ったね、液体の状態になっております。まあ、これがうまいんですよ。美味しい豆の持っているいい油分をしっかりダイレクトに落としてくれているから、ちょっと好みは分かれるところではあるんですけれども、ハマる人は本当ハマりますうまいんですよ。じゃあいただきたいと思います。はい、というわけでこちらフレンチプレスで入れましたコーヒー出来上がりました。500円のフレンチプレスですね。多分全然全く問題なく入ってると思うんですけれども、とりあえず飲んでみます。いい香り、いただきます。あ、全く問題ないあ、うまいうまい、これ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 この油分がねやっぱたまんないんですよね、フレンチプレスってね。独特のこのコクというかね、あと微妙にやっぱり細かい粉が浮いているから、逆にそれがね飲み応えにつながっていて、うん、うまい、コク深い。で、まあ、今回はね深入りを使いましたけれども、もちろん浅入りも美味しいですし、フルーティーさがねよりこうしっかりするというか、こうクリアな軽い感じの柔らかいスペシャルティーって結構流行りではあるんですけれども、そこへあの油分をねちょっと追加することによって、まあ、そこまで油分があの浅入りないんですけれども、ちょっとね追加されて面白いんですよ。でもちろんコーヒーに限らず紅茶も美味しいですし、ほんとフレンチプレスっていう器具ね、入れるのは簡単です。ちょっと片付けだけ若干めんどくさいんだけど、まあ、サクッと準備したいなっていう朝とかにはすごく、まあ、いい器具かなと思いますんで、まあ、気になった方はね、あのダイソーにあると思いますんで、ぜひぜひこちら500円のフレンチプレスチェックしてみてください。ほんとねコーヒーうまいよ油分のあるコーヒーをあのまだ試したことない方、ぜひ一回ねこれで飲んでみてください。あーうまいうまい、ほんとにうまい。いや個人的にはねこのマックマのカフェメタルとかはすごく手軽で、あのおすすめなんですけれども、ちょっと高いんですよ。まあ、でもアマゾンで4000くらいしますからねだからこの間の手引きミルもそうなんですけれども、この500円のシリーズすごいいいと思います。やっぱり今コロナ禍でねあんまりお金が使えないっていうのもあるけれども、あの在宅で趣味をやりたいっていう人結構増えてると思うし、まあ、そんな中でね、コーヒーを始めるためにこのダイソーのコーヒーシリーズすごいいいと思います。ぜひぜひ。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、ダイソーの、フレンチプレスのご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。